月食の晩に集まった3組の夫婦、そしてモテない独身男。乾杯。携帯ここに出して見せ合いましょう。え、秘密ないなら大丈夫ですよね。いや、だって私は大丈夫。ちょっと待ってよ、くだらない。タイマー、あ、置いてってね。携帯を交換してくれ。変なサイトに登録とかしたから来るんじゃないですか。最低、この口やろ。どうかな。七人の嘘と告白の行方は。最低なのは俺なんだ。大人の事情、スマホを覗いたら